水と胃薬もしてくれ。はいはい。朝は辛いんだ、こうやってな。飲んでると楽しいのにな。はい、お水と大谷さん。大谷さんね、助かるよ。飲みすぎたら二日酔いになるって分かってるのに、なんでコントロールできないのかしらね。あ、母ちゃんよ。え？なんかサイダー見てもねえか、サイダー。サイダー？コーラならあるけど。あー、コーラでいいや。あ、ちょっと待って。え？牛乳の方がいいかな、牛乳。牛乳ね。はいはいはい。あ、そうだ、お味噌汁あるけど飲む？何の味噌汁だよ。しじみ。あー、それもいいな。はい。あ、そうだ、あとバナナもあるけど飲む？あ、食べる？あら、飲めねえけど。バナナ、果物、体にいいからね。ああ、いいかもしんねえな。ね。母ちゃんよ。え？昨夜の残りのカレーあるか？カレーあるよ。カレーだったらちょっと食えるかな。あ、そう、わかった。体が偉い。バナナは飲んだことねえもんな。はい、はい、お待たせしました。とえ？カレーとコーラと牛乳とバナナ、しじみもね、入ってるからね。もっと食べる？はい、どうぞ。もっといるかな。本気でやってんのこれ？本気でやってんだこれ。朝忙しいのよ、時間がないから。ほら、マスカタブリでしょ。はい、どうぞ。やめんじゃねえぞ、この野郎。ねえ、暇なの？やることないんだ。やることあんのよ。そうやってさ、暇してるんだったらさ、表入ってきて。フライトだったらエミちゃんやったんじゃないかよ。エミちゃんも忙しいでしょ。早くやってきてよ。はいはい、わかりました、わかりました。どうもおはようございます。おはよう。お、早いね。早いか。ちょっと徹夜したもんで。徹夜？麻雀か。いや、麻雀じゃないですよ。この格好見てくださいよ。道路工事のバイトしてきたんですよ。お前が働いたろ、お前。いや、そら俺だって俺だって金がなきゃ働きますよ。昨日と今日と2日間働いてね、これ3万円もらいました。道路工事は速記でくれんだ。速記でくれますよ。ああ、そうか。これもらいました。お前疲れてんだろ。ちょっとお茶飲んで。お茶、お茶。いいっすか。すいませんね。あ、疲れた。エミちゃんよ。はい。リュウちゃんにお茶入れて。はい。母ちゃん、母ちゃん、ん？ゆうへいがよ、働いたら3万円だって。3万円あら、そう。バイトで側近すごいね。あれ、いくらだって。ちょっと待って。いや、疲れるわ、やっぱり。はい、どうぞ。徹夜か。寝れないんですよ、道路工事だから。12,000円。12,000円。うん。何する？じゃあこれで発送ね。いやいや、ちょっと、なんで？いや、いきなり何ですか？お前に貸してんだよ、うちは。それは分かりますけど。お前に貸してんだよ、返してもらうだけだよ。何が悪いんだよ。いや、何が悪いんだって。でも、いきなりそんなこと。チャンス、スリップ、ダンス。はい、8,000円。はい、8,000円。はい、1万円。はい。いや、8,000円と違う。何だよ。いや、違いますよ。だっていきなり、なんでこんな勝手なことやるんですか。お前のとこ貸してんだよ、お前。いや、貸してんのは分かるけど、急にこんな苦しめなかったっていいじゃないですか。ある時にちゃんともらわれると、お前だってすぐ使っちゃうだろ、これ。いや、そりゃそうですけど、ひどいな、本当にこの夫婦は。何言ってんだ、お前。はい。私も返してもらっていいですか。え？え？エミちゃんに借りてんの、お前。お前、嘘つくんじゃないよ。いくら、いくら、いくら。5,000円返してくださいよ。お前はエミちゃんにも借りてるのかい。5,000円ね。ありがとうございます。ろくな女じゃねえな、お前。お前がろくな男じゃねえよ、バカ野郎。今は取り立てなくてもいいじゃないですか。今しかねえんだよ。お金ないかな。ありませんよ、もう。あるよ。え、
表で聞いたんだよ。うちのツケたまったんだよね。お前ってやつは12,500円。いやそんなはずないよ。俺大将味噌汁だけの時あっただろ。お前13,000円あるから。あるで。はいはいはい、これで500円おつけね。はい、どうもありがとう、ご苦労さん。おい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 、はい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 、寄ってたかって、お前ら寄ってたかって、お前が借金するんだよ。お前ちゃんと真面目にいつも働けよ、お前は。ああ分かりましたよ。ああもう3万が500円になっちゃった。500円に、もうこれはもうしょうがねえな。もう疲れたから、もう家帰ってクソして寝るわ、もう本当に。ゆうちゃん、あ、まもるくん、500円返してよ。え、500円、お前覚えてたのか。しょ、ああバイバイ。ああバイバイ。ろくな大人にならねえや。うるせえよ、お前。子供が帰んじゃねえよ、お前は。出ますか。おい、待て待て、ほら、さあ、待て、ほら、いつか見返しちゃうからな。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。どうした。ちょっと実家の方に行くんで、お土産にお団子買っていこうと思って。あ、そう、嬉しいね、嬉しいわね、ありがとうございます。注文は、じゃあみたらしと焼き団子とあんこのお団子、うん、全部4本ずつでいいかな。あ、みたらし団子は5本。なんで。私が2本食べるから。あ、じゃああんこのも5本で、私2本食べるんで。あ、そう。お父さん焼き団子2本食べるよ。食べるかな。食べる。じゃあ焼き団子も5本で。全部5本ね。はい、じゃ全部5本で、はい、はいはい、お願いします。久しぶりに、じゃあ兄弟で帰るんだよ、中に。はい、そりゃ両親喜ぶわな。そうなんですかね。いや、やったらそういうもんだよ。はい、お人様、はい、じゃあ15本だから、1500円だね。はい、はい、1500円になります。お姉ちゃん、早く払いなさいよ。私当たり前でしょ。なんでよ、おかしいでしょうよ。おかしくない、早く払って。なんで、お姉ちゃんがこのお団子屋さん来ようっつったんでしょ。お姉ちゃんの方が年上なんだし、お姉ちゃんが払ってよ。それは嫌。なんで。私は払わない。何それ、筋通ってないじゃない。なんなの。妹はお姉ちゃんの言うこと聞いてればいいの。おかしいでしょ。 あのさ、もしよかったら、割り勘でどうだろう。ね、1500円だから750円ずつ割り勘ということでね。そうだね。うん、お姉ちゃん割り勘で750円ずつ。それは違うと思う。割り勘だったら文句ないでしょ。世の中はね、そんなに簡単に割り切れるもんじゃないの。あんたが払わなきゃダメなのよ。おかしいでしょ。何、おかしくないでしょうがよ。なんでよ。あんたの方がたくさん食べるから。食べないし。お父さんとお母さんとお姉ちゃんで平等に分けるし。それでもあんたの方がたくさん食べてるように見えるの。見た目で決めないで。朝食だし。うるさい、大きな声出さないで。暑苦しい。暑苦しくない。大きい声は個性。いいこと。小学生の時元気がいいねって応援団長に選ばれた。これ自慢。あんたうざい。うざくない。あ、ねえ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 、あのさ、このお団子は私たちからのプレゼントということで、せっかく実家行くんだから。お題はなしで。それは悪いですもん。気持ちだから、気持ちだから。いいよ、もも。ね、せっかくなんだから、ね、気持ち。なんかほら、皆さんに迷惑かけた。あんたのせいよ。あんたのせいよ。何よ、何よ、もう。ブス。あんたの方がブス。バカ。もう喋りたくない。こっちもう最悪の気分。バカ、ブス、ブス、バカ、バカ、バカ。うまくいったね。またんでくかな、これ。575。はい、お茶どうぞ。はい、ありがとう、さん。そういえばさ、聞いたんだけど、一丁目の木村さんの奥さんいるじゃない。ああ、すごいんだって。何がよ。なんかね、100万円を2ヶ月で倍にしたらしいのよ。倍に。そう。なんで。何やって。確かね、そうそう、この FX 外国為替証拠金取引
何これ。よくわかんないんだけどね、なんかこれやって今も儲かってるらしいのよ。ああそう。あの人ってすごいの、前も株で何百万も儲けたのよ。ああ株で。そう、普通の専業主婦がちょっとお金動かすだけであそこまで儲かるってすごいわよね。まあな。なんかね今はね、携帯でもできるらしいのよ。携帯でできるの。そうね、なんかねコツを分かるとそんな難しくないらしいの。で私も勧められてるのよね、やってみようかなと思うんだけどさ。そう言うと思ったよ。やめときな、そんなこと。お前なんでよ。株とか為替がな、そんなもん素人が手出すもんじゃないんだよお前。だって儲かってる人いるんだから。ダメだ。違うよお前、はじめはそれはラッキーでな、儲かるかもしんねえけども、そんないい話があったらみんなやってんだよ。みんな金持ちになっちゃうじゃないかお前。ああそんなわけねえんだよ、甘くないよお前。実際やったらだな、ああ損したら慌てて自分の持ち金全部出して最後はパーだよお前。ああ大体な、そういう人間はな、儲かる人間はほんのほんのほんの先っぽの一握りだけなの。分かったかお前。大体な、実際やってみたら損して自分のありがと全部出して最後は全部全財産持ってかれて首を吊るそうになるぞお前。何笑って聞いてんだよお前。首を吊るとこで笑うんじゃないよバカ野郎。あ、一攫千金なんか考えないで人間をコツコツとコツやるべき。分かったか。分かった。はい。たぶん。お、トカミ。うん。え、お前なまってるよ、なんだよ。え、あ、なに競馬場にいんの。あ、そう、俺じゃあ俺買ってくんねえか。うん、俺3レースからやると思ってんだ。あの、これ、これ、ね、何言ってんだよ。あのね、競馬なんてね、素人が手出すもんじゃないの。今日は硬いんだよ、これ5トン。硬いとかじゃないの、こんなのね、ラッキーで儲かることもあるかもしれないのよ。だけどね、ほら、あれよ、あの、美味しい話っていうのはさ、何笑ってんのよ。今から喋ろうとしてんのに、ね、何こそこそ笑うの。あのね、こういう美味しい話っていうのはさ、ほら、みんなやるでしょ。そしたらみんなが儲かるの。そんなわけないのよ。ちょっと損したらさ、どん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 お金つぎ込んじゃって、もう最後はパー。だいたいね、儲かる人っていうのは一握りで、あとはみんな損するようにできてんの。あのね、下手したらお金全財産つぎ込んじゃって首吊っちゃう人だっているわよ。あのね、お金を儲けるっていうのはね、そんな大して難しいことじゃないの。大して難しいことじゃない。何言ってんだろうね。大して難しいことじゃない。違うの。あのね、人間っていうのは一攫千金のことばっかり考えるんじゃなくて、コツ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 働くことがいいの。分かった。母ちゃん、これ筋入ってるすごい怖いよ。分かった分かった分かった。分かったけど俺言ったことないそれ。そ、同じことじゃん。同じことでしょ。だってこれだって。分かりましたよ。もしもし、あ、トカミ、今日は競馬やめとくわ。うん、ちょっと、うん、考え変わった。うん、あの人間っていうのはな、一攫千金っていうのはな、おい、切るんじゃないよお前。切っちゃったよ。コツコツやめちゃうね。ねえお母さん、なんか忘れてない。え、何。もう今日お小遣いの日だよ。ちょうだい。お小遣いね、今月はなしよ。なんで。先月も前の月も前借りしてるんだから今月はなしに決まってるでしょ。そんなのひどいよ。ひどくないわよ、あんたが計画的に使えば済む話でしょ。私だっていろいろお金使うんだからしょうがないじゃん。知りません。お父さん、お小遣いちょうだい。ああしょうがないな。もうちょっとダメよ、何してんのよ。もう今お父さんと話してるんだからお母さん黙ってて。お父さんでもお母さんでもこのお金はうちのお金なんだから、あんたにあげるお小遣いはないの。じゃあ美咲、お金全然なくてどうしたらいいの。自分で遊ぶお金なんだから自分でバイトして稼ぎなさいよ。あっそ、いいよ、バイトすればいいんでしょ。変なバイトしちゃおっかな。いやいや、美咲、変なバイトはダメだよ。これ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 、ねえねえ、変なバイト。ちょっとダメよ、上げすぎよ、何してんのよ。いや、だって変なバイトとか。変なバイト、どんなバイトか知らないけどね、自分で稼ぐってことの大切さ知らなきゃいけないの。美咲ね。何。あんた平気な顔でポン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 お金使うでしょ。
このお金、お父さんとお母さんがここでどれだけ頑張って稼いでるか分かってんの？あんたね、ここでコーヒー何杯売ったらあんたの学費なるか分かってんの？どれだけのお客さん来てもらったらあんたのお小遣い。お母さんと似てないから。バカ野郎。よし、できました。できた。うん。ちょっと何これ。何、冷やし中華始めようかなって。これ寝ようかなと思ってんだよ。普通始めましたでしょ。そんなに言っちゃっていいの、断言しちゃって。こっちが言っていいんだから。お客さんの意見聞くんだろ、まず。お前意見なんていらないでしょ。お前お客さん大事なのに、お客さんに始めようかなって言って聞いてていいんじゃないのって言ったら始めればいいじゃない。どこにそんな店があんの。ダメでしょそんなんじゃ。ちゃんと断言してやってあげる。断言しちゃっていいの、母ちゃん。いいの。そう。何やってんのよ。でも2、3日これしてくれよ、頼むよ。え、2、3日。2、3日これちょっと様子見たいんだよ俺。もうわけわかんないわね。もうまだ時間あるんだ。どうするよ。どうする、時間あるから。ここ行くか。行く、行くか。あ、じゃあ行こう。どうですか。よし、中華始めようかな。おはようございます。おはようございます。あれ、仕事はお前。これからです。これからか。はい。マスター、はい、俺はホット。ホットコーヒー。はい。私、アイスカフェオレお願いします。何？アイスカフェオレ。そんなおしゃれなもんねえよ、お前、ここに。いやいや、あるよ。え？アイスカフェあるよ。やってんの？やってるよ。あ、そう、初めて聞いた俺。初めて、はい、あ、そう。あ、そう。じゃあ最高級のホットとゆうかちゃんにアイスカフェお願いします。はい、お願いします。マスターよ。ん？ちょっと悩み聞いてくれるか。なになに。冷やし中華、うちそろそろ始めた方がいいかな。あー、冷やし中華、まあ、そんな季節になってきたね。うん、でもなんかね、ちょっといまいちこう微妙な感じだよな。え、そう？うん、俺冷やし中華好きだからね、一年中やってても嬉しいよそれ。うんうんうん。あー、一年中、あー、それ困るな。え、ほら、冷やし中華始めましたってあの紙貼るんだろ。うんうん。あれイベントだから。あー、そう。うん。そうだったら冷やし中華一年中やってますって貼ればいいの。あ、いたたたたたた、そう来たか。うん。あ、じゃああれ、でもそれあたり季節感ねえじゃん、だって。いや、うちだって一年中アイスコーヒーあるよ。ああ、そうか、ほらね。うん。ああ、じゃあ冷やし中華専門店でいいのかな。いや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 、コーヒーがあってアイスコーヒーでしょ。うん。でラーメンがあっても冷やし中華でしょ。ああ、そうか。うん。なるほど、奥深いね。奥深いよそれ。それってと、うちは今どうすればいいんだ。いや、それを決めるのは大将なの。ああ、そうか。いいね、いいね。なのよこの人が。真剣に考えてんだよ俺。お前、お待たせしました。はい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 。アイスコーヒーでいい。ほら、やっぱりいいじゃねえかお前。やばいよ、アイスカフェオレなんかできるわけねえんだよ。ごめんなさい。おはようございます。お父さん暇だった
からさチーズケーキ作ったんだけどみんなで食べて。ちょっと美咲ちゃんチーズケーキ作りましたよ。本当に、ね、偉いな、ねえやるんだね。じゃあみんなで食べようよね。あるある俺もある、はい、ある、うん、大丈夫俺もいい、あ、はい、うん、いや食べればいい、すごいな美咲ちゃんの手作りなんてね、嬉しいね。おはようございます。ね、昨夜シュークリーム作ったんですよ。え、誰が、はるかちゃんが、はい、私ね、こう見えてお菓子作り趣味なんです。初耳だね。はい、久々にシュークリーム作ったんで、よかったらみんなで食べませんか。あ、いいじゃない、ね、じゃあ美咲のチーズケーキとはるかちゃんのシュークリームでスイーツパーティーしますか。いいね、いいね、いいね。あ、お紅茶かな。あ、紅茶、紅茶お願いします。豪勢だな。いいね。じゃあいただきます。いただきます。これ美咲ちゃん作ったんだ。はい、なんだな。うん、どうですか。うまい、うまい、おいしい。よかった。出たら売れてんだよこれ。出せるねこれ。絶対売れますよ、売れますよこれ。うまい、うまい、うまい、これペロッといけた。甘さがちょうどいいんだね。どうぞどうぞ。なんだ、切ってよ。プロだな、プロ。はるかちゃん、はるかちゃん食べないのかな。お砂糖何グラム使ったの。本に書いてあった通りに。いくらのお砂糖。普通の。やっぱり素人の味ね。うん、いや、まあね。ごめんなさい、ちょっとスイーツにうるさいからついきついこと言っちゃった。素人にしてはまあまあ頑張った方かな。はい、じゃあお口直しということでシュークリームどうぞ。なんかチーズケーキで腹いっぱいになっちゃったな。そうですね。後で、後でもらう。食べればいいじゃん、食べればいいじゃん。いや、これもちょっと甘いもんはちょっと、うん、あ、はい、あ、あたしの作ったもんなんか食いたくねえんだろ。ほんだったら 食わなくていいわ、バカ野郎。食べ、食べよう、食べよう、食べよう。無理しても、無理しても食べよう。はい、わかりました。さっきお腹いっぱいって言ったけどさ、うん、甘いものってこれは別腹だな。別腹って何だよ。シュークリーム大好きなの。いくらでも入る。いただこうかな。はい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 。じゃあいただきます。食べますよ。じゃあいただきます。まずい。戻してる、戻してる。よかった。回収、回収、回収。はい、こんにちは。あ、いらっしゃい。大将いる。あ、大将、ちょっと待ってね。もしもし、大将。ポエムのマスター来てるんだけど。うん、お店に。あれよ、そばにいんだからよ、電話じゃなくて言うてくれよ、言うてくれよ。でもね、夜大きな声出すと喉が痛くなっちゃうから。あ、そうなの、うん、じゃあ切るよ。うん、はい、バイバイ。おい、どうした。いや、どうしたじゃなくて、どういう店よそれ。おかしいんだよこれ。おかしいなぁ。呼ばないで、大きな声だと声が喉痛いんだって。ああ、まあまあいいや。お腹すいたからちょっとラーメン食べようか。ラーメンか、はい。いやいや、大した大した。そっち、そうじゃなくてね、俺こっちはけんちゃんラーメン、これこれが美味しいからさ、ちょっとお湯だけちょっと。あ、お湯したくなるけど、うん、あ、いいね、それこれで。じゃあ、ちょっと勝手に。そういう客多いんだよね。あ、多いね。美味しいもんだってこれ。まあ、そう、うん、うん、うん、はあ、こんにちは。おい、どうした。え、ちょっとあの、大将、はい、今日はちょっと、いや、違うんです、相談がありまして。なんで。え、あの、ゆりちゃんも一緒にもしよかったら。はい。え、あ、奥さん今日留守ですか。いや、いるよ。あ、ちょっと一緒に、え、
母ちゃん。はーい。母ちゃん。はい。何？なんか龍平がなんか話したんだってよ。ええ、ちょっと聞いてほしいんですけどね。なんだなんだ。実はですね、僕訪問販売の仕事を今しておりまして。訪問販売？ええ。でそれでまあ今日もあちこち売り歩いたんですけど、まあ売り上げゼロなんですわ。全然売れない。全然売れないんですよ。でそこでですね、まあ本当申し訳ないんですけど、皆さんにご協力してもらって買ってもらおうかなと。そう思いました。買ってもらおうかなだって物によってだよな。あんなもんよ。物はね自信あるんですよ。特に奥さんとかゆうりちゃんとか絶対気に入ると思うんです。ちょっと説明させてくださいね。ねこれはね素晴らしいんですよ。ほらじゃんじゃじゃーん見てくださいこれほらイタリア製のこの下着。これいいでしょ。奥さん似合いますよこれ。いや私にはちょっと派手よ。派手？ゆうりちゃんなんかいいんじゃないこれ。ほらこの紫のやつ。ピンクね。ゆうりの趣味でもないかも。あ、そうですか。あ、じゃあまあ下着はいいや。まだ他にあるんですよ。これ見てくださいよ、これ。今流行りの韓流ドラマ。じゃんじゃじゃーん。孫徳女王。これ大人気あるんですよ。韓国じゃもう 50% ぐらいいってるんですよ。その DVD、ボックス、3本セット。3本ってこれな、見たら時間かかっちまわないんだよな。奥さんとか好きじゃないですか。1本だけど。1本だったらな。1本だったら。アバターねえか。アバターないんですよ。ないのアバター置いてないんです。すいません。あとじゃあねこれどうですか。これ電子辞書。これが素晴らしい。なんかわかんないことか。辞書だってラーメン売るのに辞書いらないもんな。じゃあねこれはどうですか。高級目覚まし時計。これいいですよ。すごい目覚まし時計だって3つもあるもんな。いらないいらない。あんたらちょっとおかしいんじゃねえか。おかしいのお前だ。何怒ってんだよお前。いやだってそうでしょ。さっきから人が一生懸命進めてんのにあれもいらないこれもいらないって。だって欲しいものがないんだもん。しょうがないだろって。こんなお客さんばっかりだから物が売れないんだ本当に。そんな龍平さん仕事向いてないんじゃないのこれ。向いてないよ。なんでですか。いやなんかほらもっと買ってほしい。いいものだったらさ、もう買ってほしいっていう気持ちがないと。買おうかなって気にならないもん。そうよ。全然伝わらないわよ。怒ってるもんずっとお前。あそうですか。見本見せようか。え見本見せようか。見本って必然のマスターじゃないか。いや俺こういうの得意なんだよ。本当に。あのねなんていうのかな、そんなにねこう欲しいものがなくても見てて、ああ買いたくなったなっていうこう気にさせるこのトークのテクニックっていうのがあるんだよなこれね。ないよなこれ。ない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 ですか。ないよ。うん。ちょっと、うん、バトン対象。いやいい。はいこんにちは。はい今回ですね私が皆さんにこれ詰めるのはこちらです。イタリア製の高級ランジェリーなんですね。いかがですかこれ。3点セットなんですよ。上下これ別々に着てもおしゃれじゃないでしょうか。そしてですねこれを奥様にプレゼントすれば旦那さんも非常にこれが夫婦円満になるというものなんですね。はい。そして今回ですね注目してほしいのはこちら、はい、裏地なんですけど最高級の裏地を使ってますんで着心地抜群ですからね。これを着て海辺に行ってもよろしいんじゃないかと思われます。はい大丈夫ですよ。今回特別にですねこちらイタリア製の高級ランジェリーに、はいこちら韓流ドラマの DVD 3体セットですね。はいこちら韓流これいいですよ。向こう韓国で非常に大人気のドラマが DVD になりました。一巻から全部あっという間にこれ見ることができるんですね。ランジェリーを着て最高級のランジェリーとこの韓流ドラマを見ればこれは非常にセレブな気分にもなれるんじゃないでしょうかと思ってね。で今回ですねもう一つ、はい電子辞書なんですね。こちらはですね広辞苑逆引き広辞苑そして食の医学とか全部入ってますから、これ1個あればもう辞書はいりません。はいこちら電子辞書。そしてもう一つこちらなんと目覚まし時計。見てください。大画面で非常に見やすいんですねこれ。素晴らしいスッキリとしたボディーね。これいかがですか。はい今回ですねこちら全部これ全部ワンセットにしましてズバリお値段が1000円ポッキリです。安いんですよ。そして金利手数料送料は全部上島が負担します。1000円だったら買うよな。1000円もらおうかこれもらおうはいありがとうございます。時計もついても全部奥さんビークルじゃない。すごいね。1000円がいいな。安いよこれ。うまいよねマスター。なんかこういう風にすればいいけど売れちゃったよ。はいはい、うん、おめでとう、うん、で俺売ったからさ、うん、ラーメン代払っといて、うん、そう、まあ、1000円で売れちゃった。おいちょっと待って1000円じゃ元取れないよ。おいまたクビだよ。
おい、あれだな。なあ、ちょっとお茶入れてくれよ。ティッシュくれ。それとな、あのさ、いい加減にして。え、あのね、私はなーでもおいでもそういう名前じゃないの。ゆうかっていう名前なんです。なーとか呼ばれたら気分悪い。悪かったよ、悪かったよ。ちゃんと呼んで。ゆうかけん。ゆうかけん。ママ、お前きつくねえか。お前呼び捨てやめて。まあ、悪かった。あなただってケンって言われたら嫌でしょ。分かった分かった分かったよ。ゆうかちゃん、ケンチュワン。ゆうかちゃん、ケンチュワン。ゆうかちゃん、ケンチュワン。なんか違うねえか、これ。なんか違うわね。なんか違うねえか、名前な。母ちゃん、おじいちゃん。おじいちゃん、おじいちゃんおれんじゃない、お前。なんかそうなんだけど、なんかおじいちゃんって呼びたくなるのよね。お前、お前なんだ、お前なんだてめえ。喧嘩すんな、お前。喧嘩すんなやめようよ。なん、うん、呼び方変えた方がいいな。やめましょう。うん、あ、ひろこ。やすのり。ひろこ、やすのり。本名はやめよう。なんか恥ずかしいわね、本名。すり替えちゃうわ。なんかね、な、うん、なんかねえかな。ガラッと変えてみるか。そうね。はい、ジェニファー。マイク。はい、ジェニファー。はい、マイク。なんかいいな。なんかいいわね、新鮮で。いいな、いいな、いいな。ジェニファー。マイク。電話、電話。はい。マイクに変わります。はい、マイケルです。切れちゃった。難しいよね、やっぱり。ちょっと無理があったな。そうね。やっぱり普通でいくな。うん、母ちゃん、あなた。これが一番いいな。美咲、うん、行ってきますぐらい言いなさいよ。行ってきます。ちゃんとこっち見て。行ってきます。顔を上げて。行ってきます。何してんのよ。あんたね、挨拶っていうのは人の目を見てちゃんと言わなきゃいけないでしょ。うるさいね。メールしてるんだからしょうがないでしょ。しょうがないじゃないわよ。挨拶っていうのはね。うるさい、うるさい、うるさい。もうどうした。お母さんがうるさいの。違うでしょ、この子ったらね。行ってきますも言わないで出かけようとするのよ。そういう時もあるんだよな。忘れたんだよな。うん、はあ、あんたがね、そうやって甘やかすからいけないんでしょ。私はね、この子はもう多少頭悪くてもいいわよ。挨拶がちゃんとできる子に育ってほしいの。そういうのって大事でしょ。うん、確かにな。美咲、お母さんね、謝りなさい。分かった。お母さん、どうもすいませんでした。響きじゃないのよ。全然反省してないじゃない。あ、もうこんな時間だ。お父さん行ってきます。行ってらっしゃい。お母さん、行ってきます。その言い方もう憎たらしい。お母さんかわいそう。この声はゆりちゃんだな。はい、おはよう。はよ、今日も遅刻なしだね。頼むよ。ゆり頑張ったの。あのね、ゆりちゃんが遅刻するとね、うちの母ちゃんが気に悪くなっちゃうんだよ。よろしくね。はい、分かってます。はい、
なんだよお前、何やってんだお前。大将、ユリのこと分かんなかった。分かったけど言えねえだろ、口紅だったらお前。楽しい。ああ、なんだかやる気なくなっちゃったな。みーちゃん、あの、コーヒー飲み行くかい。今忙しいの、ユリに構わないで。手が覚えてるよ、この人。ホットもらおうかな。はい、大将に最高級のホットお願いします。はい。で、ね、まあ、大将、大将でした。大将、あれ保険入ってる、生命保険。あ、入ってんじゃないか。でも母ちゃんやってるから全然分かんないけど俺。あ、そう、うん、で俺ね、うん、3000万のね生命保険入ってんのよ。おうおう。なのに、うん、春なんかまた新しい保険さ、これ契約しちゃってさ、うん、どう思う。それでもなんか時は入ってた方がいいんじゃないの。だってやっぱり掛け金高いんだろ。そうそう、それなんだ、うん、なのにさ、新しいまた保険に入るってことは、うん、多分なんかね、魂胆があると思うんだよね。魂胆。うん、多分ね、あいつのね、作る料理の味がね、ちょっと変わってきてるの最近。どういうふうに。なんかね、もう盛られてる感じがするんだ俺。うん、なんか盛られてる。いや、絶対なんか持ってるんだよ。バカなこと言ってんじゃないわよ。こないだの検査の結果で悪かったからね、入院してもお金が下りるやつにしようって入ったんじゃない。ああ、じゃあ料理にはなんか変な薬とか持ってないのか。持ってないわよ。やるんだったらね、人思いにやるわよ。やばいよ大将、どうしよう。もう、うん、人思いってどうやってやるんだよ。やり方は教えないけどね。怖いじゃないよ。おーバカ。なんだバカ。仕事はどうした。まだ見つかんねえよ。ああ、しょうがないね。龍平さん、コーヒー。あ、おごりだったら飲んでやる。バカ言ってんじゃないわよ。じゃあいらねえよ。でも客じゃないなら帰れ帰れ、もうお前は。ちょっと何座ってんだ一緒に。お前何がですか。いいじゃない。何が相席してんだよ。いや、相席って別にいいじゃないですか。だから断れよお前、すいませんとか言うのか。いや、すいません、じゃあ相席いいですか。やだよ。なんでしますね。いや、そんなみんなでもう、ワイワイ言わないでくださいよ。ちょっと相談したいことがあるんですよ。何。いや、あのね、実はね、さっきそこの公園のこの道でこの財布拾ったんです。もう財布な。ええ、でこれどうすればいいかな。お前だからバカなんだよ。財布を拾ったら交番に届ける、それ小学生でも分かること。当たり前だよ。そんなの俺だって分かってますよ。だってね、この中身見てください、これ、うん、ほら30円しか入ってないでしょ。30円か。ええ、うん、もう30円でも金だからな、ね、うん、だから30円でも購買に届けるんだよ。いやいや、でも30円ポッチ届けてね、いろんな書類こう書かされるのめんどくさいじゃないですか。じゃあ猫ババする。いや、それは気分悪いですもんね。じゃあどうすればいいのお前。いや、どうすればいいって拾っちゃったもん、これしょうがない。いや、元あった場所に戻してくるっていうのはどうだ。ああね。いや、それはそれでなんか嫌だもんな、なんかな。うん、ややこしい。30円しか入ってねえからね。じゃあ俺もらっとこうか。いやいや、ダメですよそれは。なんで。いや、だって30円ですよ、たかが。30円でも金だろ。いや、でも人にあげるとなったらなんか損した気分になるもん。なんだ、もういいや、もう、はい、いやいや、とりあえず帰って。だから分かんないから相談に来てんのに。いいよ、お前はそんな。どうすんだよ、これ。あ、はるかちゃん。おはようございます。あれ、どうしたの、元気ないけど。お財布落としちゃった。財布？あ、私の財布。え、これお前の財布？ちょっと、いつ盗んだのよ。え、まさか私の部屋に勝手に忍び込んだのね、泥棒。いやいや、ちょ、何言ってんだよ。さっき俺そこの公園の虫でこれ拾ったんだよ。嘘ばっかり。嘘ばっかりじゃないよ。信じられないもん。信じられないもん。違う、じゃあ返すよ。ほら、なあ、まあ、持ち主に返して。返すよ、ほら。ありがとうは。ありがとうも言わないんだぜ。なんでその目は。あんた盗んだでしょ。盗んでないよ。中身足りないもん。いや、中身30円しか入ってなかったもん。嘘、千円札が入ってたはず。ちょっと待ってくれ。いやいや、さっき見せましたよね、30円しか入ってませんでした。確かにね、うん、ここに持ってきたんだよ。いや、30円途中まで知らないからね、俺な、うん、知らない。始まったよ、なんだよそれ、二人して。いや、何言って。知らないもんで30円しかなかったんですよ、最初。これはそうだよ。ええ、知らないもん俺。なんだよその目は。返してよ千円。返してよって俺取ってないもん。返してよ。いや、取ってないから分かんないって。じゃあ調べるわよ。調べるって俺。じゃあいいよ、調べろよ。じゃあほら、いいほらほら、取ってないだろ。取ってないだろ。ほらな、脱いで。え、脱いでよ。ん、早く。だってほら、だってほら、上もこれも、うん、脱いで。ないほらない、ほらほら、
下も脱いで。え？早く脱いで。いや、みんないるのに。脱いでよ。ほら、ほら、ほら、何しろ、ほら、ね、パンツ。え？パンツ脱ぎなさいよ。いや、待って、じゃあ見ろよ、ほら、ほら、行くよ、ほら。何笑ってんだよ、お前。笑ってる場合じゃねえだろ、この野郎。笑ってる場合じゃないのよ。何が？どこ隠したのよ。だから隠してないって言ったよ、ほらほら見てくださいよ、ほら。あー、分かった分かったから、もうほら、大将、ほら、あー、ちょっと違う、ほら、そうなるよ。何をやってんすか、ほら、そうなるよ。あっす、ちょっと、大将もやりすぎだよ、それは。まだ盗んだって分かってないんだよ。あいつらだと思ったんだよ、今。あいつらではないよ。なんだよ。はるかちゃんさ、いい？もう一度さ、よくこう思い出してごらん。ああ、いや、私こう見えてね、お金には細かいんですよ、うん、家出る前に財布の中身ちゃんと確認したの、うん、10円玉が3枚と1000円札1枚ちゃんと入ってたの、うん、で、今日は特に使うこともないからこれでいいやと思って出たのよ、うん、ね、うん、で、ちょっとひらめいたの、うん、一昨日、渡るが来て5万円持ってたの。渡るな、ね、で、だから今月結構ピンチなのよ、うん、だからもしそんな時にね、大事なお財布落としたら大変だと思って、靴下の中にね、こうやって千円札を小さく畳んで入れといたのよ。あ、私って結構しっかり者でしょ。いや、しっかり者じゃなくて千円、ほら千円札。お前、てめえふざけんじゃねえぞ、人のこと泥棒預かりにしてこんな格好にしたがって。やけどしたじゃねえか、てめえバカ野郎。これやけどしたぞ、この野郎。細かいこと言う男は嫌われるぞ。何が細かいことだ、この野郎。殺してやるよ、この野郎。ごちそうさま。はい、ありがとうございました。はい、こちらです。ありがとうございます。ゆうりちゃん、ゆうりちゃん、早く片付けて。さっきやったよ。さっきはさっきでしょ。お客さん帰ったら片付けんの。めんどくさいね。お客さん来なきゃいいのに。片付けない。片付けてました。もう、さすがもう、そればっかりいじって。うん。あ、そうだ。私ちょっと出かけてくるね。どこ行くの？これこれこれ。なになになに。見て。バーゲン。また買い物かよ。駅前のファッションビルがね、すっごく安いのよ。ああ、そう。そう、だから今日は気合を入れて頑張んないといけないの。じゃあオーバーだな、お前。バーゲンで気合を入れてって何やってんのこれ。え、気合入れなきゃしょうがないのよ、あなたさ、うん、バーゲン舐めてるでしょ。いや、別に舐めちゃいないけどよ。バーゲン会場行ったことある？俺はないよ。やっぱりね。なんで？ものすごい人なんだから。ああ、そう。目玉商品めがけて何十人もが奪い合うんだからね。ああ、そう。これね、戦争ね。戦争って母ちゃん大げさでしょ。大げさじゃないのよ、女と女の戦争なの。これ気持ちが負けたら絶対負けちゃうんだから。ああ、そんなもんなの。そんなもんな、すごいのよ。へえ。やってみる？いや、俺が？そう。何？じゃあこれがね、その商品一つしかないのよ、うん、たった一個しかない商品なんだからね。これが欲しいのね。そう、うん、これ曲げ。あ、早くやればいいのか。そう。あ、そういうことかね。奪い合うんだからね。奪い合うのね。はい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 、はい、よーい、スタート。あ、そういうことか。オペシガリなの。オペシガリ。何でもありみたいなやつ。あ、そう。母ちゃん、俺がよーい、スタートって言っていいか。いいよ。な、よーい。早く言ってよ。分かった分かった。よーい、スタート。何？汚ねえな、おい。それもあり。そういうこと。ああ、そういうことなんだ。こういうことだから戦争でしょ。大変だね。奪い合うってこういうことなのよ。まあ頑張ってくださいわ。そう、ね、じゃあ久しくしてくるからね。はいよ。女の人は買い物大変だね。ゆうり、バーゲンって行ったことない。あ、行ったことないの？うん、俺買い物。お買い物もあんまりしないの。あれ、欲しいものあったらどうすんの？だって欲しいものがあったらおねだりすればいいでしょ。欲しいって言えばみんな買ってくれるよ。
もうそんなもんなの、うん、どうやって飲んだりするのよ。ゆりね、今欲しいものがあるわ。フェラガモのパンプスなんだけど、4万円くらいする。4万円、うん、欲しいな。誰か買ってくれないかな。買ってくれたら好きになっちゃうかも。買います。約束。本当だ、うん、約束。ゆりちゃんうまいね。で、いつ買ってくれるの。何を。フェラガモのパンプス。え、フェラガモのパンプス4万円いつ買ってくれるの。今だって例えばという話でやったんじゃないの。大将約束破るの。いや、だって今は例えばっていうの。え、今約束したのに。あ、今、ま、そうかそうか、分かりましたよ、うん、買うけど、あの、うん、母ちゃんには内緒でな。やったー、大将ストッパラ、ありがとう。やった、フェラガモのパンプス4万円。じゃあ行ってくるわね。なんだよ、その格好は。バーゲンは戦争って言ったでしょ。戦争だってこの格好で行くの。この格好じゃなきゃダメなんだって。あ、春菜さん遅いわね。待ち合わせしてんだけど。春菜さんが行ったの。おお、ゆうかさん、バーゲンに行こう。え、なんだその格好は。バーゲンは戦でござる。戦、行かん。おう、行けないわよ。行かんの。行かん。すごいなあれ。その服おニューじゃない。わかっちゃった。いいよ、すごい、よく似合ってる。で、実はバーゲンで買ったの。いくらだと思う。バーゲンでしょ。いくら。いや、バーゲンだと3980円くらいか。980円。嘘、ほんと安い。安い。そう、全然見えないよ、言わなかったら5、6000すると思うよね。向こうのブティック飯塚。なんで買ったのよ。気に入ったから買ったの。もう着ないで。やだ、気に入ってるから着る。それ着てこの街をうろうろしないで。これ着てこの街うろうろする。やめて。やめない。じゃあ私が着る日は着ないで。何それ、わかんないじゃない。月水金と日曜日は着ないで。じゃあね、100歩譲って月水金はお姉ちゃん来ていいよ。火水木と日曜は私が着るから。日曜は譲れない。こっちだって譲れない。なあ、あ、あ、じゃんけんしたら、じゃんけん。黙っ て, 黙って。あんたそれ似合ってないよ。で、ゆうか、ゆうかさんが似合うって言ってくれたし。怖い。よく似合ってるよ。あ、やっぱ姉妹だからかな。似合ってるね、二人ともすっごい似合ってるよ。月水金は私が着る、火木土はあんた、日曜は二人とも着ない。これでどう。分かったわよ。絶対だから。分かったって。おはようございます。おはようございます。泣くな、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 泣くな。死にたい。死にたい。死にたい。こっちにも親いるし。返事ぐらいしろよ、だから呼んでんだから。お前今これクロスワードパズルやってんだから、もうあっちだっちって。なんだよお前。何よ。やめよそんなのよ。
なんでだよ。将棋なんかいいよ。クロスワードパズル、これを全部答えるで、小数送るで、小数と検証でね、電動付き自転車が当たるんだよ。電動付き自転車？電動付き自転車どんな速度？ってさ。いや違う違う、そっちの電動じゃないよ。自転車でしょ。自転車で。どんな坂道もスーだよ。ここでさ、あのこことかムーンってなるの？ムーンはなんない。ムーンはなんない。何よ？出前の時に楽なんです。電動付き自転車。あ、自転車普通の？普通のじゃん。電動だよ。電動で。電動。だからこれをね、聞かないといけないのよ。だから、あ、じゃあこうして。じゃあこれを一緒に考えてくれる？終わったら。そう二人で考えたら早いから。じゃあちょっといくよ。最初これがちょっとね。何？エロかっこいい女性歌手。最初はこ。簡単じゃんお前。え、嘘。こだろ。こ。エロかっこいいだろ。うん。コマドリ姉妹。コマドリ姉妹。聞いてますか？エロかっこいい女性歌手ですよ。知らないよってば、うん、お姉さんのつまびく三味線にんたたんたんたん。エロかっこいいじゃん。かっこいいじゃん。エロかっこいいじゃない。エロかっこいいじゃないこれ。ケンちゃんの言い方がそうなんだっけで。コマドリ姉妹ですよ。知らないよもう。知ってるけど考えればわかるじゃない。コマドリ姉妹じゃないってのは高田久美でしょ。知ってんだったら聞くなよお前。知ってんだろ。知ってますよ。久美ちゃんのこと。いや、友達なの？ん？高田久美だよ。ガチだよお前。ほとんどじゃないね。いつも見てるもらって俺。ああ、はい、高田久美、エロかっこいい女性歌手、うん、これだよこれ。小袋のヒット曲、うん、最初はつ。こんな有名だ。めちゃくちゃ。嘘。つくね。嘘よ。小袋のあとはつくねの。違う違う違う。つくねなんて歌聞いたことあるか。知らないお前。え、どんな歌よじゃあ。つくね、なぜ泣くの。今作ってるでしょ。もうそんなさ、もう力ずくなことはいらないからさ。ちゃんとやろね。小袋ヒット曲、つぼみ。知ってんのかお前。知ってますよ。歌ってみな。名もない花にはってやつです。あれか。そう、ね、つぼみ。小袋ちゃんな。なんでそれダチだもん。ダチ。嘘つけ。いつも見てるもん俺テレビで。まあいい、もういい。ちゃんと これ答えてよ。ん？あ、これ難しいかもしれない。何？昔は2月をこう言いました。最初は木で始める。最近の若い人はこういういい言葉を知らない。知らない知らない。昔の2月だろ。2月。な、最初は昔は2月をこう言いました。最初は木。木。金玉。何それ。ん？あるかそんなの。何が？じゃあ金玉4日生まれ。そんなこと言いますか？2月4日。金玉10日生まれ。2月10日。いいよもうそんなのは。ない、そんなのはない。キサラギでしょ。ああ、そっちの方か。いや、どっちの方だよ。キサラギとしか言わないよ、そんなの。キサラギ、キサラギ。よく覚えておけよ、キサラギになる。はい。ね、2月はキサラギね。うんうん、最近言わないけどね、こういうことね。さあ、次行ってみよう。映画。映画俺見てるから結構。そう、好きだもんな、ケンちゃん。DVD。DVD、うん、まあ、DVD ね、DVD ね。うん、パイレーツ・オブ・カリビアンの主演俳優。パイレーツ・オブ・カリビアンの主演俳優。これ有名だよ。最初はジ。じいさんの金玉。怒るよ。何それ。もう怒ってんですよ。怒って、もっと怒るよ。映画だよ。主演俳優、じいさんの金玉。うん、主演俳優。どんなんだよ。もうドラーンってしてて、知らんがまじりのこういう。そんなのが主演なわけないじゃない。脇か、あいつは。出てないよ。出したら怒られちゃうもんな。真面目にやってるよ。あははじゃないよ。笑いが止まんねえ。いいからもう。ジョニー・デップに決まってんじゃん。あ、デップか。デップかって言ったから。ジョニー・デップだよ。ジョニー・デップは、ジョニー・デップ。お、だいぶ埋まってきたね。ジオニー・デップ。デップ。デップはちっちゃいやつですよ。そうそう、知ってる知ってる知ってる。これだいぶ埋まってきたよ。うん、英語で4分の1のことは、うん、英語で4分の1のことは、最初はクだってよ。ク。うん。臭い金玉。あのね、臭い金玉なんてあるわけないでしょ。臭いだろ、お前。いや、俺は臭いけどさ。竜兵の、竜兵のすっごい臭い。ああ、もう、恥垢が溜まって臭い。違う。あのね、うん、英語で4分の1のことは、クだよ。あいつちっちゃいだって。いやいや、竜兵の方は離れようよ、うん。今やってるのはクロスワードパズル。ね、ああそうか、いけない。英語で4分の1のこと、くで始まります。く、うん、ね、うん、臭い金玉おかしいでしょ。おかしいね。いや、おかしいね。じゃあアメリカ人が玉切っちゃうか。え、玉を4つに。いや、だからそうじゃなくてね、うん、答えは簡単。何？クォーター。知ってんだったら聞くんじゃねえよお前。知ってますよそんなの。あ、疲れた。疲れた疲れた。あと考える気ないんだもん。考えてるよ。頼むよ。クォーター。
クォーター。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 クォーターね。クォーター。うん、クォーター。クォーター。こう分かったから分かったから。クォーター。一二三ってのしてるよ。知ってるよ。なんかテレビでやってるよあいつな。つっかりちゃな。つっかりちゃなって。あ、これ。何？時のかけらをヒットさせたグループ。最初は絵です。これ有名じゃん。有名ですよ。偉そうな金玉。あのね、偉そうの金玉が歌う？偉そうな金玉。違うよそんなの。清原金玉。清原違う違う。金玉離れようよ本当に。何それ？エグザイルに決まってるでしょ。エグザイル。あ、エグザイル。エグザイルだよもういい。ケンちゃん聞くのが間違ったわ。余計時間かかるよ二人で考えたら。あそう。あもういいいいもう。じゃあもう黙ってるよ、ね。黙ってて黙って。でエリカちゃんに聞くよ。あはい。エリカちゃん。爪に化粧をしてくれるお店最初は根だって。猫の金玉。何言ってんだお前は。出ねえな。そこが出ろって言ったじゃないですか。まいったな。あれまだやってんの？え？まだやってんのかよ。もう少しで完成しそうなのよ。ジグゾーパズルだ。ああ。俺ほらこの前の宴会でほら、あのビンゴ当たったんだ俺が。ああ。俺こういうのどうも苦手だろ。あ僕もダメです。かなちゃんハマっちゃってね、すっかりこれでもう朝からずっと。ねえねえねえ、ちょっとうるさいから向こう行ってやってくんない？いや一応説明しないと。うるさい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 。この状況を説明しないと。うるさいうるさいうるさい。集中したいんだから。意外とね。はい、団子食うか。あ、いいんですか。思ってやるよ。え、ただですか。うん、やった。何がいい。焼き団子でいいですよ。いいわ。姉ちゃん、お茶くれる。はい。すみません、いただきます。あ、うん、そのジングルパッドとあれ苦手だな。あれもそうなんですよ、ね、細かいちま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 したのがね。はい、どうぞ。あ、これいいや。はい。あ、うまいな、これ。うまいか。うまいか。これやっぱりただだったら何でもうまいですね。なんだかその言い方は。お前、え、いやいや、冗談ですよ。先輩の作った団子は世界一うまい。それ言ったらそんなんだろお前。いやだってじゃあどう言えばいいんだ。ない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 。え、どうぞ。ない。え、何がないんだよ。そうですか。ないのよ。何がないんだよ。ジグソーパズルよ。あるじゃねえか。ああ、ちっちゃいもんだもんな。ちっちゃい目の部分だからね。何色だい。黒だね。黒。黒。ああ。こんなとこねえよな。こんなとこ入ってねえよ。こんなとこねえよ。まさかこん中じゃねえだろうな。この辺になってるな。探せよお前が。これやろ。何食ってんだお前。いや、分かりました。探せっつんだよお前。分かりましたよ。ねえなあ。ねえ母ちゃんよ。あれお母ちゃん何やってんの。正直見てんだ。なんかこれすごい怒った。みんなねえじゃねえの。母ちゃんこんだけ探しとるやつはもうちょっと。あ、こういうのってあの、はい、探してる時なくてさ、あったって時あるもんな。あ、偶然ね、そういう時の方が多いんですよ。ちょっと休もう、母ちゃん。母ちゃんよ、ちょっと俺あの腹減ったんだって飯食ったんだよ。飯な、飯食っていいんですか。うん、飯食ってましょうよ、ね、奥さん。飯食ってから探そう、探そう。絶対見つかりますから。見つかりますよ。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。元気出せよお前。そうですよ奥さん。うん、おいしい。でもあそこまでできればもう十分だからな、本当はな。うん、完成でもあと一個ってのはな、ちょっと悔しいわな。うん、あと一個あればね、うん、完成品なんですからね。うん、食べるお前。うん、元気出せよバロン。うん、大丈夫ですよ。なあ、こんな。何泣いてるんですか。でもやっと笑顔になったな。うん、ちょっとね。大丈夫や。うん、喋ろ。
うん、まあまあだな。おいしいですよ、おいしいですよ。なんか、おいしいって言ったじゃないさあちゃん、これなんだこれ、これどうしたどういうことこれ。なんでなのかしらね。ポロッと落ちたね。バカだねお前。まあ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 。じゃあ最後の一個でこれ完成です。はい。はい、かんちゃんお願いします。はい。どうぞ。じゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃん。おめでとうございます。おめでとう。うまそうだな。そうだ、ちょっと小酒使いみたからな。使った時甘いもんがいいんだ。どれどれどれ。これダメだよ。なんで？お客さん用だもん。お客さん誰来てんの？そう、かずみちゃんのお友達が来てんのよ。可愛い子？可愛いっていうかね、まあ男の子だからね。うん、男の子。男？そうよ。何よ、お父さん。男来てんのかお前。そうよ。え？どうぞ、それ彼氏か？彼氏か？いやもう、そんなの知らないけど、どんな男だよ、どんな男なんだそれは。どんな男ってどういう考えなんだ、かずみと。どこ行ってんだ、 A か B か。そんなこと知らないわよ。ねえ、聞かないもん。もう娘がもう男連れ込んでるのよ、床引いた顔してるやんね、お前は。何言ったら、そんなこと言うんだったらお父さん持ってって、ほらちょっと見てくればいいじゃない。そうだよ、お父さん持ってってね。いいよ、おかしいよ、男、父親がその持ってくるのおかしいよ、お前。またそういう、そういう考え方は悪いわよ、お父さん。無理とか私なんて、男がつけてたらお前なんかめっちゃおかしなことやってんのか。I wonder that I'd die for a girl that wasn't mine. A victim of another's wrath might kill only nine. I wonder that I'd die for I was just a kid. I never stood a chance or understoodThe things I did, I wonder what I died for. What evil did I spy? And why did he come to call on me to talk and play games at night?And I wonder what I died for. Did my mama ever know I lived here in this cattle earth beneath this rack of stones? I wonder what I died for.Died for a girl that wasn't mine. A victim of another's wrath might kill only nine.
I wonder that I died for words. Just a kid, I never stood a chance or understood the things I did. I wonder what I died for. What evil did I spy? And why did he come to call on me to die? And black is night. I wonder what I died for. Did my mama ever know I lived here in this scattered earth? Beneath this rack of stones, I wonder what I'm dying for. If I get to light 100 lives, I choose to spend each one holding your hand and your gaze, watching your eye and your face, counting every breath you've taken and loving you until the end. But I guess 100 lives won't be enough to love you the way I want. For my love for you will only grow deeper and fonder as we go, stronger and greater as time goes. 100 lives won't be enough. 100 lives I couldn't have. It's only one life that I got, and I never devote in loving you greatly, deeply, madly. If I get to light 100 lives, I choose to spend each one holding your hand and your gaze, watching your eye and your face, counting every breath you've taken and loving you until the end. But I guess 100 lives won't be enough to love you the way I want. For my love for you will only grow deeper and fonder as we go, stronger and greater as time goes. 100 lives won't be enough. 100 lives I couldn't have. It's only one life that I got, and I never devote in loving you greatly, deeply, madly.
Love is joy, love is pain. Love requires a lot of searching. The joy may comfort before the pain. Sometimes the pain comes before the joy, but we give away nothing. Good come easy, you can skip the process, because you can skip life. You will have to fight through each and every process in us to find the perfect one. Believe me, effort it wasn't easy for me. I was drowning and floating in my out here. I could cry in the rain if it were to rain for a whole day. I would love myself like a mad man in chains. Love is joy, love is pain. Love requires a lot of searching. The joy may comfort before the pain. Sometimes the pain comes before the joy, but we give away nothing. Good come easy, you can skip the process, because you can skip life. You will have to fight through each and every process in answer to find the perfect one. Believe me, effort it wasn't easy for me. I was drowning and floating in my out here. I could cry in the rain if it were to rain for a whole day. I would love myself like a man in chains. あと問題はここ先っぽ、ここ先っぽをちょっとクククククッとここ筆でこうやって取るんです。ほら置いとく。でここに穴が開くだろ。ここにこう指を入れて、でクイッとクイッと、でここについたものをここでこうボケーッと取るわけです。な、それで問題はこれ、このほら残った尖ってんだろ、これをこうやって爪に入ったうんこをずっとじーっとじーっと取るんだ。くだらないことやらないで。くだらなくないから大事だよこれ、覚えとけ。覚える必要ないでしょ。くだらない、もうさっさとやって。千羽鶴、千羽鶴はどうやって取るんだよこれ。え、どうやって取るんだよこれ。知らないの。打ったことねえんだよ俺。もうだったら先に言いなさいよ、教えてあげるからね。どうやってんの。はい、こうやってこうやって、まず三角にするの。え、三角に持って、そう、でもう半分三角にするの。こうか、そう、で、それあなたのが100杯目だからね。無理か。そう。よし、できた、できた。やったー、完成。100杯完成、完成。よし。頑張ったわね。結構あるな、やっぱりな、100杯な。ねえ、よかった。出た出た。あ、会長の奥さん。会長の奥さん。もしもし。あ、はい、今できました。主人も手伝ってくれて100杯作りました。疲れた疲れた。そうなんですか。あ、分かりました。よかったですね。はい、失礼します。ん、何だって？坂本さんの奥さん、うん、昨日退院したんだって。退院した？
じゃあこれ。うっそうばあばあ。待て待て、母ちゃん落ち着け、母ちゃん落ち着け、落ち着け、母ちゃん落ち着け、落ち着け。ねえお父さん。うん。ちょっと実験台になって。実験台なんだ？みさき今ね、学校でファッションの授業を受けてるんだけど、うん、あのね、あれなの。ワンポイントをつけるとすごいいい感じになるの、ファッションが。あ、そう、ワンポイント、いいね。シンプルな服装でも、一個ちっちゃいの何かつけるだけですっごいいい感じになるの。へぇ、じゃあじゃあちょっとお父さんもワンポイント欲しいな。ほ、うんと？いや、なんだワンポイント、お父さんに合うワンポイントって。そうだなぁ。あ、ネックレスとか。ネックレス？ほら。うん、どうどう、あーでもな、なんかちょっと違うよね。ちょっと違うな、俺も違うと思うよ。そうだな、あ、これなんてどうかな。何？ブレスレット。あ、ブレスレット、うん、たったそんなわけでワンポイントでいいの？いい感じになるよ。どれ？ほらいいの、これ。ほら、いかつくなった。いかつくの、お父さん。かっこいいよ。おー、いかつくなっていいな、うん、強そう強そう、いいよ。はるかさんはいいですか？あ、私も？うん。なになに？そうだな、はるかさんは、あ、これとかかわいい。猫ちゃんのブローチ、うん、つけてみていいですか？あ、つけてつけて。あ、絶対かわいいですこれ。へー、よし。あ、ほら、かわいくなった。あ、いい？はい、かわいいよね。うん、いいね。これちょうだい。はい、どうぞ。わ、ありがとう。ちょっとちょっとちょっと、お母さんのワンポイントも考えてよ。ああ、お母さんのワンポイントはすぐに決まったよ。何？何？教えて。ちょっと来て、ちょっと来て。え？もうお母さんはね、スカートにつけてあるの。え？つけてんの？待って。ほらー！うさちゃんの尻尾でーす。素敵なワンポイントー。かわいい、超似合う。ほんと？お前にもつけてやるよ。あくびはうつるな、なんだかな。少年前、ああ眠てえな。昨日大将はあのあれ映画のよ、DVD ずっと見ちゃった。寝たの3時だったんだよ。寝る気しはねえな。ねえ、超眠い。ねえ、大将。え？トイレ、うち帰っていい？家帰っちゃダメだろ、お前。ダメ？まだ仕事があるんだから。だってベッドで寝たい。ダメだ、ダメ、ダメ。どうしてもダメ？ダメだっていうの。だって、ユリ眠いと超機嫌悪いから、多分お客さん来ても愛想よくできないし、あと絶対丼割っちゃう。ダメだよ、困るよそんなこと。ちょっとまだ時間があるからさ、うん、休憩時間とかちょっと寝るか。うん、あ、そこ寝ていいや。おやすみ。あ、おやすみ。あ、ふぅ、あ、
どうしたんだよ。どうしたの。大将には関係ないでしょ。どうしたのこれ。私興味ないから。興味ない。おすかいおすかい。マスターマスターマスター。事情説明。事情説明じゃないんだよもう。大将悪いけどね、今日という今日はね、離婚してるからな。こっちだってね、あんたと同じ空気吸いたくないのよ。こっちから離婚よ。こっちから離婚。こっちから離婚。こっちからです。どっちからも離婚することねえからよ。わけよよ、わけよ。どうしたんだよ、何やったんだよ。わけってね、大将ね、コーヒーカップがないんだよ。あるじゃん、ここに。いやいや、ただそういうことじゃないんだよ。これね、10組で買ったコーヒーカップが1個ないんだよ、1個。ほらね、ないでしょ。その1個、こいつどうした、割ったのか、おい、割ったのか。知らないって言ってんでしょよ。待てよ、待てよ、お前。ひどい顔しやがるんだな。待ってね。おい、マサ、それ、これ、そんな高かったのか。1組50円。え50円 ?10 組で500円。安いじゃないの。これはね、思い出のカップなのよ。この喫茶店をやるときにね、この春菜と二人で新婚当時ですよ、手を取り合ってかっぱ橋のね、道具屋さんに買いに行ったの。10組で。それでこの店を頑張ろうねって言った、その思い出のカップをこいつは割ったか割ったか捨てたか、どっちだ。知らないって言ってんでしょよ。なんでその顔は。待てよ。だからってお前離婚することねえだろ、お前。離婚違うんだよ、これだから大将ね、分かってないな。分かんないよ、どこなんだよ。いやだから俺はな、そのカップがな、ないとかそういうことはいいんだ。もしなかったらなくてまた新しく買えばいいの。そうじゃなくて、これをカップを割ったのか捨てたのかなくしたのか、それを教えろって言ってんだこの俺。知られちゃったなんだお前は。何ふざけんじゃないよお前。ふざけないわよ。なんなんだよ、私が嘘つきだって言うわけ。嘘つきじゃないかよ。ついてないわよ。ああ、じゃあお前の嘘全部バラしてやろうか。何よ。大将聞いてくれる。こいつすっごい嘘つきなんだよ。ついてない。あのな、新婚当時な、私は幸せボトルで今太っちゃって58キロになりましたって言ったの。実際測ってみたら68キロ。あら、10キロの嘘で、現在この間測ったらね、80キロ超えてるんだよ。ちょっと言っちゃってますよこれ。ひどいでしょ。そして新婚当時、私は料理が得意です。作ってくれたの。味噌汁、具がピーマンよ。実家はそうだったんだもん。どんな実家だ、ピーマンの味噌汁。実家で否定しないでよ。そして私は古風な女なんで、旦那様より先に寝ませんって言ったくせに、すぐ嘘ついてんの。すぐ最近寝やがってよ。もう先に寝んないよ。まあ、あの歯ぎしり、いびき、おなら、よだれ、もう出すもん全部出してんだこいつ。汚い女だよ、嘘つき。まあよくある話じゃないか。そうよね、そんなの嘘に入らないわよ。お前な。お前とか言わないでよ。てめえもやめて。バカ野郎。やろうじゃねえし。おーっと、じゃあ豚女。豚女言ったわね。豚女。豚女。やめろやめろやめろ。止めてこれ。ごめんね母ちゃん、大変。何？謝って。いやだからごめんね。もっと丁寧に謝って。ごめんなさいってあります。何あなた、あったわよ。あったな。あの女か。あの女よ。ごめんなさいでありんますって なっちゅう。春菜、俺はな、春菜を疑った自分が恥ずかしいよ。私、あなたに愛されてるって思った。あ、遥ちゃん、ちょっと見ないでくれる。だから興味ないから。春菜、あなた、とは言いません。5000円です。お願いします。ダメだよ。お前、前返したか貸した金返してねえだろまだ。お前、いや、まあそれ返してから行くよお前。いや、そんな冷たいこと言わないでくださいよ。お前に金を貸さない俺は。もう帰れお前帰れ。ゆりちゃん5000円貸して。
やだぴょん。もう困った。あ、奥さん、ご正解して。仕事の邪魔しないで。はい、お待たせしました、味噌ラーメンです。お前さ、ちゃんと仕事しろよ、仕事。いや、それ分かってますよ、分かってますけど、とりあえず5000円なんとかしてくださいよ。まずかったのか。いや、そんなことないと思うけど。あの、大将、あの、5000円なんとかなりませんかね。だからしつこいよ、お前、またいたのか、お前。じゃあ3000円でいいですわ。とりあえず。いや、違う違う、お前はまずね、はい、まず仕事を探して。いや、それを元手にします。逆なんだお前。え、なんでですか。まず仕事を探してからだよ。いや、でも電車賃もないんですもん。だって俺情けねえな。ハローワーク行く電車賃もないもん。お前いくつだお前。50ですよ。たくお前、まずほんとだ、一回仕事つけよ、長いこと。いや、少しごめんなさい、これ残します。まずかったんじゃねえのかこれ。でもまずかったらはるかちゃん言うでしょ。そりゃそうだよな。なんでどうしたんだろう。どうしたんだろう。え、あの5000円なんだろう。ああ思い出しちゃった。なに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 。あのね、うん、はるかさんできちゃったんじゃない。できたって何が。何が。妊娠。妊娠。そう、いや今思い出しちゃったんだけど、昨日見ちゃったんだよね。あのさ、駅の向こう側に産婦人科の病院があるでしょ、うんうん、で昨日の夕方だったかな、はるかさんがあの前をうろうろしてたの、うん、でそれでその時は落とし物でもなんかしたのかなと思って気にしないで通り過ぎちゃったんだけど、あれ、あの産婦人科の病院に行ったんだよ。いや、さっきのうってなんだよ。つわりつわり。つわり。うん。でもさ、はるかさんが妊娠してたとして相手は誰。そうだよな、相手。相手がな。そういえばほら、はるかが騙されてる男いたじゃないですか。なんだっけ。渡る。渡る。渡るじゃないですか。あ、かもしんねえ。でもさ、これさ、できちゃった結婚とかいい方に行けばいいけど、そうじゃなかったら大変なことになるわよ。大変なことだったもんな。ねはるかさん知ってんのかな。わかんない、ちょっと全然読んでもらう。いや、えらいことなんだこれ。大将ね、うん、あの、もしも渡るっていう男にですよ、はるかがあなたの子供ができちゃったのって強烈に迫ってですよ、うん、殺されるってことありませんか。おい、そこまでは変なこと起きねえだろお前。だって多いじゃないですか、そういう事件が。まあな。そうでしょ。大将。ああ何、はるかが妊娠したって。そうそうそう、こっちが来てんだよ。いや、どういうこと、ちょっと教えてくれよ。いや、さっきここでラーメン食っててな、ほんで途中でうっと言ってでトイレ行って吐いたらしいんだよ。ってことはそれがつわりじゃねえかって話になってよ。いや、それで妊娠って決めつけんのはどうかね。ちょっとそれ何ラーメン。味噌ラーメン。つわりだわ。私も美咲がお腹にいる時ね、つわりがひどかったの、味噌ラーメンこうちょっと食べただけでうっってなったのよ。妊娠した経験あるのは春菜ちゃんだけだからな。いや、つわりってほんと大変なのよ。そうだな、気持ち悪いのよ。これ春菜がさ、美咲を産む時もさ大変だったんだよね。ねえ、もうさ、つわりだけじゃなくてお産も大変なのよ、うん、もうね、生きんでも生きんでも美咲が出てこなくてさ、この人がずっと手握っててくれたの。そうで、こう手握ってね、うん、こうヒッヒッブーって言うんだけどさ、春菜が間違えてさ、ヒッヒッブーって言うんだよ。ほんで先生に怒られちゃってさ。そう、そんなエピソードもありつつさ。そうなのよ、だからさ、絶対ちょっとそうじゃない。うん、うん、だから そっちの話はいいからさ、うん、そのはるかちゃんがどうしたってことさ。そうよ、うん、ねやっぱりさ、本人に聞くのがいいんじゃないの。はるかちゃん聞いて。私、うん、無理絶対嫌よ。いや、できない。じゃあ何聞くのよ。いや、俺がはるかに。いや、それ無理でしょ。だって俺言えないよ、そんなこと。だってアルバイトしてんじゃん。いや、だから余計聞けないんだよ。誰聞くんだよ。俺。いや、俺関係ないし、全然。俺はるかなんて知らないよ、俺そんなの。誰聞くんだよお前。私。いや、だよ、絶対無理聞けない。無理。じゃあ誰聞くんだよ。ゆり聞いてもいいよ。ちょっと練習するね。うん、ねえ、はるかさん、妊娠しちゃったの？誰がパパなの？あ、わかった。久しぶりにエッチしたら失敗しちゃったんでしょ？キャー！ダメ。無理。大問題だよ。なんかふざけてる感じだもんね。ダメだよ。誰聞くんだよ。
何それ。いやいや俺、いやこういう時はねやっぱり大将じゃないとダメなんで、お願いしますよ。うっそ、俺聞くの。もうお願いします。ちょ春菜、あの春香呼んできて。分かった。お願いします。いやもうずっと大将がいい一番ね。知らないよ俺。なんて言ったらいいかな、そのアルカちゃんさ、人生こういろいろあるわな。それは辛い時もあると思うんだけどね、あの人に話すと少し楽になるからさ、あの相談乗るから、あの話してみたら。あ、あの私がいけないんです。軽率だったんです。雰囲気っていうか、その場のノリっていうか、軽い気持ちだったんです。ううん、正直に言います、欲望に負けたんです。我慢できなかったんです。私ってだらしのない女ですよね。それがこんな大変な取り返しのつかないことになっちゃって、もうどうしたらいいんだろう。はるかちゃん、私たち力になるからさ、本当のこと言ってね、楽になろう。昨日の夜家にいたの、お腹が空いたんだけど、1週間前のカレーしかなくて、ちょっと変な匂いしたんだけど食べちゃったの。そしたら吐き気と下痢が止まんなくって、ほらまた来た。カレー食った？それはお前食中毒じゃないな。妊娠、誰だ妊娠したの？お前、俺じゃないですよ、俺じゃないですよ、お前か。ほらこの野郎。しかしよく降るな、いくら連れてええさ。雨さえ降んなきゃ今日はゴルフだったの、ゴルフ。中止だよゴルフがよ。面白くねえな。ああ。タバコねえや。大勢タバコくれ。残念でした。ラスト一本終わり。買い置きは？ない。なんだよお前よ。最後の一本取っとけよお前。なんでやねんな。この雨の中でタバコ買い切ってかよ。一個ちょっと車出してくれ、車。あ、車ないの。なんで？今ね、なんか友達が引っ越しで使うっていうか貸しちゃったんだよ。そういう勝手なことすんじゃないよお前は。なんで私の車なのに。カズミ、ちょっとタバコ貸してくれ。やだ。すぐそこじゃねえかよ。なんで、自分で行ってくればいいじゃん。雨降ってんじゃねえか。私だって雨の中行きたくないわよ。お前自分勝手だな、まったく。勝手なのはどっちだか。はぁ、ああ、頭を使ってた。タクシーだね、そこだよ、お前。よいしょ。しょうがないよな、こういう時はタバコない時にはしょうがない。よし。ああ、もう。おい、ちょっと、火貸してくれ、火。うん。ねえじゃねえかよお前。
ないよ、モヒー。ライターだ、ライター。ない。これもみんな雨が悪いんだよ、梅雨だよ、もうさて今頃ゴルフでカーンってやってたぞ、お前。ああ、イライラすんな、もうもういわ、鬱陶しい。もうじくじく言わんとってみんな鬱陶しい一緒やろ。いやね、鬱陶しいもんなのよ。分かってる分かってるよ、分かってるけどよ。そういうこと、母さんはあれだな、え、腹がかけちゃってニコニコしちゃってさなんかイライラしないの？イライラしたってしょうがないじゃないよ。もう自然にこうイライラしない、こういう時期って。しないの、あのね、そういう時にお花いけたりとかして楽しい気分になればいいのよ。気の持ちようじゃないよ。そりゃそうだけどな、ほらみんなもこうやってうだうだしてないで楽しい気分になっちゃえばいいのね。ん、楽しい気分になっちゃえばいいのよ。ほらとりあえず笑顔で笑って、そしたらうちの中がこう明るくなるじゃないね。母さん人間できてるよ。うん、中川さんの言うこと一理あるぞ。でしょ。うん、笑う角には吹きたるってな。笑えばいいんだよ。そう、気持ちの持ちようだな。よし、父さん心洗われた。今までの父さんはなし、これからスマイル父さんだ。まあいや単純やな怒んないよ、父さん怒んないよ、スマイルスマイルな。うん、これが一番だ。そう、ああそうかそうか。よし決めた、今週の我が家の標語、怒っちゃうよ、笑っちゃおう。これ標語。なあそれ。今週のしぶらけの標語だよ。標語で。怒っちゃうよ、笑っちゃおう。はいはいはい。ご主人ほらほら。はい。怒っちゃうよ、笑っちゃおう。お前ら暗いよ、もっともうトーン上げて。怒っちゃうよ、笑っちゃおう。怒っちゃうよ、笑っちゃおう。振りがバラバラ、左から。怒っちゃうよ、笑っちゃおう。はい。笑っちゃうよ、笑っちゃおう。なんとか楽しかったよな。母さんの言ったり心の気持ちの持ちよ、気の持ちよ。本当よ。笑ったらいいね、笑ったらいいね、笑ったらいいな。あずみ、うん、お前いくつだ。17。17っつったらお前橋が転んでもおかしいと違うだろ、お前。そうね、そうね。よし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 。あら、そうよ。あずみ、あずみちゃん、はい。え、たかみたい。なんだよお前、バーって。お父さん、お父さん怒ってるじゃない。笑うんでしょうね。そう、笑ってください。笑って笑って、はい。お父さんは見本見せよな、笑うの。足が転んでやんの。ガサイクとかだったで、上品ぶって上品ぶって、もう本当に笑えるよ。ほせほせ、お前どっか漏れて漏れてねえか、お前。もうでほら、実家に笑ってなんか違うな、なんか肩肩肩肩肩もっと心のどこからほら。足が、足が。はい、上がってみたいよ。あれ上がった。嘘。今だって、今だって。ほら。みんなが笑ってたからいいことあるじゃない。うわ、ほら。本当だよ。なあ、笑ってることあるんだよ、お前。お姉ちゃん、
ありがとう。回します。うん。あ、広子。うん。笑ってあげる。え、本当？ラッキー。うん。じゃあ会社で。うん。バイバイ。ああ、すごいすごい。聞いて聞いて。ジュディマリの交際のチケット。私のも。なんかいいことだったの？絶対取れないコンサートチケットが取れたのよ。よっかー。これみんな笑ってるおかげ、笑いのおかげ。笑って笑って。スマイル、スマイル。すごいよね。でも本当に笑う方にはかけてあるって本当だな。ほんま。本当当たってるこれ。いつもだから笑顔してよかった。そうだよね。スマイル。なんかいいことあったのよ。なになになに。田舎の鈴木さんからほらおじさん、さくらんぼよ、さくらんぼ。さくらんぼ。うわ。高いぞお前これ。すごいよね。すごいな。ラッキー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 。ラッキー。はい、シミラでございます。あるよな。はい、少々お待ちください。お父さん、小倉さん。はいはいはい。はい。また電話か。はいはいはい。また来ましたよ。もしもし、小倉。え？え？明後日の夜？あ、空いてる空いてる。本当かよ。あ。分かった分かった、うん、分かった、うん、はい、サンキューサンキュー、はい、はい、どうもよろしく、お願いします。何何、あさっての夜、東京ドーム、巨人ヤクルト行けるんだってよ。線が一番余ってるんだって。うわラッキー、ラッキー、やったぜやったぜ、おい。よかったな。あれやな、笑ってたらほんまいこと起きんねんな、これ。これからも、あの、笑顔、笑顔。笑顔、笑顔。変な顔しちゃダメ。はい、そうだ、私もいいことあるかもしれない。なになになに、ナンバーズ買ったるよ、ナンバーズ。え、当たった、当たったりするんじゃないの、おい。え、どうしよう。怖いな、怖いな。怖いな、ほんま。勢いで当たるよ、これ。あー、すごい。全部外れてる。いや、ほら、こういうので運使ったらもったいないじゃない。だから外れてもハッピー。すごい、私。ものは考えよう。そうだよ。そうだよ。わかるわかる。ね。外れてラッキー。もっといいことがありそう。いいことあるよ。笑ってればいいことあるよ。全然ないわよ。上中ですね。ね。笑顔、笑顔。ぼっちゃや。じゃないか。たまごっちゃ元気か。もう元気、元気。すごい育っちゃってた。あ、そうか。あ、そうだ、お母さん。何？あのほら、便秘の薬だ。薬箱だから。なんでいちゃん便秘？お前便秘なのか、お前。もう辛いの。辛いわ、それ辛いわ、それ辛いわ。便秘が辛いわ。なんかどうか笑ったらさ、喉乾いちゃったよ。ちょっと、もうビールもしてくれ。いやじゃ。いやじゃあ、いやじゃじゃないよ、持ってこいよお前。いや、自分で取ってきたらええやんか。バカ、お前の言うこと聞けよバカだな、お前。聞く会社なんか。おい、覚えてるよバカな。覚えとくか、死ねや、死ねや。死ねやはないよ。死ねや。死ねやはないんじゃないのお前。死ねや。
人が通ってねえもんな。今度は何の勉強だい？ライフセーバーの資格取ろうと思ってるんですよ。ライフセーバーの資格？うん。なんだライフセーバーって何だよ。海で監視してこう事故を防いだり、溺れた人を助けたりする仕事です。溺れた人を助ける？うん。じゃああれが人工呼吸とかするなら、あのマウスとマウスとかって何考えてやるか実践で。ちょっともう旦那さん、マウスとマウスをよ。真面目な仕事なんですよこれ。もう大変だね。へえ。じゃあ、エミちゃんこれやるんだ、ライフセーバーって仕事。え、やりませんけどね、別に。やんない。はい、だってライフセーバーって一日中炎天下の中海にいなきゃいけないんですよ。うん。そんなことしたらもう日焼けしまくりで肌ボロボロじゃないですか。絶対嫌です、そんなの。だって資格取るんだろ、これ。うん。なんで。だからもうずーっと言ってるじゃないですか、資格は資格なんです、持ってることに意義があるんですよ。取るだけ。はい。なそうですよ。じゃあマスクマウスやめんのか。やらないですよ。ちょっとエミちゃんの勉強の邪魔しないの。ライフセーバーだって知ってるか。知ってるね。マウスとマウス。あ、いたたた。あ、先輩どうも。あの先輩、何にも言わないで3万貸してください。どうしたんだお前。いや、お願いです、3万貸してください、お願いします。何があったんだよ。いや実はですね、こんな大怪我してその治療代に3万いるんですよ。何があったんだこれ。おい、あのですね、実はですね、昨日ですね、あの駅前歩いてたら、そしたら横断歩道を渡ろうとしてたおばあちゃんがいたんですよ。でもう腰曲がってヨタヨタしてるから、で危ないなと思ったら、その時にですよ、車が猛スピードで走ってきて、うわ、でなんかおばあちゃんを僕がかばったんですよ。そしたら僕が逆に跳ねられちゃって、うら、10メートルも飛ばされちゃって、ほら、もうこんな何にも、あれ怪我治ったわ。怪我治りましたね。3枚いられないな。3枚いりません。持ってけ。はい、すいませんでした。はい、どうも散らかしました、すいません。何なことしてるんだ、働けよ、バカだねえかお前。ほんとバカなこと考えてる暇だろうね。情けねえよ、働けって言うんだよ。うわぁ、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 こんな時代に、こんな時代に、うわぁ、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、こんなん作ってたら働けっつんだお前よ。あ、はい、分かってんのかお前。分かってます。ブシュー、うわぁ、ブシュー、母ちゃんいい、大丈夫。やっちゃった。やってねえから、働け、働け、働け。もし先生、私そんなに悪いんですか。本当のこと言ってください。手術すれば治るんですか。でも入院ってことですよね。ちょっと考えさせてください。あ、早めに連絡します。すいません、それじゃあ。どういうことよ。はるなちゃん病気か。なんかただごとじゃない感じがするな。あ、知ってんのか。おしよしよし。おおおおけちゃけちゃけちゃ。おい、なんだそんなんだよお前。いやいや、暇だからさ。パチンコ行こう、パチンコ。そんなこと言ってる場合じゃねえぞお前。なに、はるなちゃん病気か。はるな病気。うん。あ、そういえば先週風邪だったけどもう治ってるから。違う違う違う、もっと重い病気じゃねえか。重い病気、うん、重い病気。え、なんか知ってる。え、奥さん子供の頃蓄膿症だったの。そんな昔の話じゃないんだよお前。な分かんないな、ちゃんと説明しないと。うん、ちょ今ね、春菜さんが電話で話してたのよ。うんうん、でなんだか深刻な顔してたから陰で聞いてたんだけど、多分お医者さんと話してたんだと思うの。だって手術とか入院とかそういう話してたのよ。それでなんか落ち込んだ様子でどっか行っちゃったのね。これどういうこと？病気なんでしょ？いやいや、分からないな。知らないのお前。知らないよ。なんか思い当たることとかないの？そうか。いや、そういえば確かにね、春菜最近ね元気ないんだよ。うん、飯もそんな食わないよね。ほら、あいつすぐ寝るようになっちゃったよ。あれ病気かもしれないな。だったら心配してあげなきゃ。鈍いなお前は。本当にな。だけちゃん、何の病気かな。いや俺も分かんないけど、あの様子だとかなり重いんじゃねえか。がんですか。バカ。そういうこと軽く言うんじゃないよお前。いや困ったなぁ。いや、カチャカチャ、おれおれおれ、
あ、ちょ、春菜、春菜、ちょ、そこ座って、ね。うん。いや、まあ、ちょっと座って、話あるから座って。話って何？え、お前、どっか具合悪いのか？いや、そんなわけないじゃない。お前、病気？いや、病気、そんな、ちょっとやだ、洗い物しなくちゃ。ちょ。なんかおかしいって、やっぱり様子おかしいよ、お前。話聞けよ、ちゃんとよ、お前。でも、いや、怖い。怖いじゃないよ、お前。話聞けよ、ちゃんと。俺聞くの？当たり前じゃねえかよ。あ、ケイちゃん、なんかヒントちょうだい。バカ、病気にヒントなんかねえよ、お前。ヒントなしで、どうすんだよ、お前。何やってんだよ、お前よ。いや、ヒント探しだよ。ヒント探しって、お前。薬。あ、やっぱり。やっぱり。病気。ん？これ座薬じゃない？座薬だ。どこ？山口肛門科病院。肛門科。じゃあ、あれ？もしかして痔？痔？あれ？痔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 ？おい、春菜！お前痔だろ、痔！これ痔だよ。痔ちゃったの？痔さ、お前痔？ちょっと、やった！痔かよ！痔ちょっと。言わなくて、痔っていうのは、あの肛門にね、こうイボができて、あと切れたりって。言わなくていいから。春菜ちゃんの感じでは、どっちかちょっとイボ痔かな。ぽくないわよ。イボ痔顔じゃないわよ、そんなないわよ。何よそれ。はい、座薬入れてあげよう。いや、自分でできます。開けてよ。だからさっきすまなかったんだな。なるほど。いや、もう心配しちゃった。お大事に。だってよ。いやいや、おい、春菜大丈夫か？お前、そこは肛門じゃない。そこ違う。あ、先輩こっちは。金貸さないと。いや、今日は金じゃないんですよ。なんだよ。いや、もう腹ぺこなもんで、ちょっと団子食わしてほしいんですよ。お客さん、なんで言ってくれよ。どうも。いらっしゃいませ。いや、違うんです。違う。ただで食わしてほしいんですよ。なんですか？金ないんですよ。うちは商売やってんだよ、お前。いやいや、それは分かってますけど。金なんか食えるよ。いや、そんな冷たいこと言わなくていいじゃないですか。じゃあ1本100円なんだよ。帰れ。昨日の売れ残りとか、作った失敗とかあるでしょ。ありゃせん。帰れ。きちだな、本当に。きちじゃねえよ、バカ野郎。もうね、腹減って死にそうなんですよ。もうこれがね、僕の全財産、これだけですよ。ほら、20円、これだけですよ。20円、今時20円だよ、四十九の男が。ええ、それビジネスでしょ。だから食べますから、団子壊してください。ダメなの、うちは1本100円ですから。だから20円分だったらいいでしょ。だダメ。いや、奥さん20円分だったらいいでしょ。壊してくださいよ。いいわよ。いいのかよ。いいのかよ。4個で100円だから1個25円なの。あれ5円足んねえな。だけど特別におまけしてあげる。本当ですか？さすがだ。優しいね、本当に。話わかるわ。じゃあ20円でこれね。はい、あ、どうもすみません。2つ。はい、20円。いや、ちょっと待ってください。なんで？さっきお茶取ろうとしたんですよ。お茶出してくださいよ。1個じゃお茶つかないよ、バカ野郎。あげようと思ったけど、ちょっと大事に行くよ、それは。1個よ。わかりましたよ。いただきました、20円。口は返せよ、バカ野郎。うわ、3日ぶりだ。うわ、おだんごちゃん、甘くて美味しいね。情けないな。おだんごちゃん、やだやだ。Hello. Hello. I'd like to eat some Japanese food. Hello.ハロー。あ、なんで、私わかんないもん。エミちゃん、ほら、なんか検定、英語検定からやったんじゃないの。あ、お腹痛い。おい、リュウ。いや、ダメです。僕はハングル語しか話せない。ハングル語しか、英語ダメです。ありはせよ。それだったら僕は話せないんです。I'm in Japan on vacation, and I heard Japan has a lot of good food.
どうしたんだよ。どうしよう。だからどうしたんだよ。儲けがないのよ。そのことかよ。儲けがないって大変なことなのよ。あのな、今始まったことはないんだよ。あ、慌ててもしょうがないよ。地道になるしかねえんだよ。でもさ、手遅れにならないかな。今までなんとかそれ乗り切ってきたんじゃないか。大丈夫だよ。ね、この際すっぱり諦める。バカ言うんじゃないよお前。いくらちっちゃくてもな、親子三代連れた店だよお前。守るよお前。あ、冷静に考えてよ。儲けがないのよ。儲けがないのよ。ほら、ここんとこところすっかり薄くなっちゃって、儲けがないのよ。儲けがない、もう毛がない。なるほど。お後がよろしいようで。バカ野郎かな。これ来るのがいいね。いやいや、ありがとうございます。まあ、ごゆっくりごゆっくり。はい、いただきます。はぁ、春菜います。春菜は今ちょっと出かけてるけど。どこに？あ、コンビニ。もう大事な時にないんだから。え、なんか用事？急用なんです。急用。あ、そう。コンビニですね。コンビニ。いや、なんかあったのか。いや、わぁな、急用だって言って。おじい慌ててたね。え、慌てたね。急用なんだろう。ただいま。おお、はるかに会わなかった？うん。いやいや、今な、あ、お前訪ねてきたんだけど、お前があのコンビニ行ってるって言ったら、なんか追いかけていっちゃって急用らしいぞ。なんだろう、やだ、うん、行こう。あ、あの、電話すればいい。どうぞ。持ってんじゃない、うん、電話しよう。慌ててたからさ、うん、あれん、電源が入ってないか電波の届かないところにいるって。コンビニね。コンビニ、うん、いや、電源入ってたの？入ってない。何だろうね。はるなは？え、今入らなかった？いや、今さ、電源が入ってないとこ行って、今探しに行ったんだよ。もう何やってんの？ちょ、電源、電源。ちょ、電話、あれ？なんか急用だったね。うん。お姉ちゃんいないよ。え、今だよ、今連れちゃったでしょ。入ってない。もう山が悪いわね。山が悪いだからなってさ。おかしいね。いや、違う、今な、今来たんだよ、ハルナが。電源いらんの、電源。電話の電源入れた方がいいって。ほら、一旦来たでしょ、コンビニ。あ、来た。いないよ。いや、今来たよ。ねえ、で、はぁはぁって言って電源来た。話しおい、なんだあの兄弟は。大丈夫か。あのな、今、ちょっと待って、おい。入れ違い、そこで会うよ。あ、来た。おい、あの、おい、ちょ、おい、春菜、違うって、ここで。会ってねえぞ。会って、いや、ちょ、コンビニ。コンビニ、あの、お前、すごい、すごい。なんだ、ごめんね、なんかご飯も行くよ。しいな。すごい急らしいんだけど、あ、来た。あのな、今な、春菜来たんだよ。そんで、だから、なんか、お前、待ってた方がいいよ、お前。な、でも、急用でしょ。いやいや、待ってた方がいいよ。もう入れ違いだから、さっきからずーっと入れ違いだから。もう待ってた方がいい。そしたらすぐ絶対来ると思うから。来た。すごい。大丈夫？やっと会えた。急用って何？忘れた。そういうことってあるよね。あるわけないだろ。